12月だー。12月といったらクリスマス。クリスマスといったらクリスマスケーキ。そうだな。というわけで今回はケーキを作るパティシエの衣装を使って遊んでいこうと思うよ。こじつけが過ぎんだろ。いやまあ前回言ってたのと比べたらまだマシだけどよ。そこまでしてクリスマスとリッパーを結びつけたいのかお前は。ドッペル君、多くの人がサンタさんにプレゼントを求めるように、このチャンネルにはリッパーが求められてるんだよ。いやどちらかというと求めてるの俺ら側だろ。仕方ないんだよ。僕だって一応新規クリスマス衣装のキャラを使おうと思ったけどさ。イベントで手に入る衣装はあと数日待たないと手に入らないし、衣装ガチャの方はシンプルに出ないし、そもそも手がかり貯めてなかったからキャラは買えないし、それに関しては用意してなかったお前の落ち度やろがい。まあとにかく今回はリッパーを使うから。はぁ、まあいいか、別に俺もリッパーが活躍するのは大歓迎だし。よし、じゃあ決定だね。今回はサバイバーたちをクリスマスケーキに調理してあげよう。果たしてそんなにうまくいくかねえ。よーし、それじゃあやっていこう。どうも皆さんこんにちは、タッキです。ドッペルだぜ。というわけで今回はリッパーでマルチ戦、やっていこうと思うよ。マルチ戦、なんだか珍しいな、マルチ戦の動画なんて。いや実はですね、全くランク戦で勝てなかったので現在マルチで延長戦中です。はぁ、いやなんか今日めっちゃ調子悪くて、その上ランクが上がってきたせいで待ち時間も長くてさ、気づいたら一度も勝てずにランク時間終わってたんだよね。さっきサバイバーを調理するとか言ってたくせに自分が調理されてんじゃねえか。でも今回は携帯品も変えたし勝てるはず。不安しかねえよ。待って、なんか後ろから来てたんだけど。オフェンスが補助タックル入れようとしてたのか。これ当たってたら相当稼がれてただろうからラッキーだな。しかも今ので存在感が溜まったからもう透明化できる。これワンチャン鬼没温存したままファーチェ終わらせられるかも。さあだがここで担当者は磁石を展開。これは刃を打つのが少し遅かったか。相手が引き寄せにしててくれたら当たってたな。さて、ここの板窓ポジはかなり強いがどうする？こういう時はフェイントをかけて乗り越えに合わせる。今回は近くに霧の道が残っててくれたおかげで距離が詰めやすかったね。ナイス、一人目ダウンだ。と生還者なしが発動してる。ということは近くに誰かいる？さっきのオフェンスがまだ近くにいるとか？いや耳鳴り消えた。何だったんだろう。あ、でもここだと耳鳴りするんだ。これもしかして最初のスポーン地点近くの暗号機のところに誰かいるんじゃないか？あーなるほど、確かに。もう今日久々のマルチだからサバイバーのスポーン位置がまるで把握できてない。スポーン位置選択に甘えた男の末路。さて、今しがたオフェンスさんが回復したけど酒での回復だったな。オフェンスさんが逃げた方向的にバーメイドさんが始発方面にいるっぽい。ってことはオフェンスも意外と遠い感じか？いや、なんだろう、僕の中のハンターの勘が椅子から離れるなと言っている。ほら、ここでも耳鳴りがしてるってことは確実に誰か救助に来てるよ。確かにこの耳鳴りはテント横で回してるやつのものではないな。いた、オフェンスさんだ。この距離にいるってことはもしやテント横はバーメイドだったのか。それより今は救助狩り。ちょっと椅子から離れすぎたねオフェンスさん。おお、ナイス救助狩り。よしよし、これはでかい。耳鳴りもしないしオフェンスさんも釣っちゃうよ。今現在揺れてるのは始発の暗号機のみ。救助に来れるのはさっきそこのテント横を回してたやつだけだ。あ、今姿が見えた。バーメイドさんだったんだね。やっぱりな、オフェンスの位置が近すぎると思ったんだよ。ってことは担当者さんとチェイスしてる間にテント側まで回ってきてたのか。気づかなかった。これは距離が近すぎたな。さすがに炭鉱は救助されたと。これ炭鉱者さんをトンネルするのもいいけど、ここはバーメイドさんを狙おう。まあ酒回復されると面倒だし、オフェンス救助されると炭鉱ダウンさせても粘着されかねないしな。さあこれで安心して炭鉱者さんを狙える。ここは温存していた鬼没を使ってさっさとダウン取っちゃうよ。さあこれで3人ダウン。もうほぼほぼ勝ちだな。うわ、なんか少女さんが湧いて出てきたんだけど。ここでまさかのワープを使ってくるとは。これはラッキー。探して間が省けた。霧の刃はバッチリ当たったし、あとはフラホだけ気をつければよし。さあフラホはあるかなー。新車みたいだなこの構図。なさそうだね。フラホを持っていない君はいい子だからきっとサンタさんが来てくれるよ。そのサンタ絶対ハンター戦だろ。よし、これで全員ダウン。あとはみんな釣っちゃえば調理完了だね。ランク戦勝てないとか言ってたがなんとかなったな。うおー、あっつな。あ、危うくイタスタンを食らうところだった。こんな状況でもハンターに一泡吹かせようという強い意志を感じるぜ。としかも担当者さんまで起き上がっちゃった。これは先に少女さんを釣った方がいいね。バーメイドは騎士改正履いてるし、確かにここは少女を釣ってから炭鉱を追い詰めればいいな。さすがに治療も間に合わないはずだし。と担当者さん磁石救助を狙ってるな。これはしっかり磁石の引き寄せゲージを見て。オッケー、風船救助回避。ナイスだ。さあこれで少女さんを釣っちゃえば、あとは負傷してる炭鉱者さんを倒すだけ。刃も溜まったし確実に仕留めろよ。もちろん、まさか負傷してる炭鉱者さん相手に救助なんかされるわけないじゃないですか。お前が言うとフラグにしか聞こえんわ。と位置はそこか。暗い霧の刃。あ、フラホ。いやでもさすがにこの距離は間に合う。あ、
絶対担当者のとこにはサンタさん来ません。今のはさすがに滞在人ムーブ。そう、余計に試合時間が伸びちゃったじゃん。まさか負傷してる担当者さん相手に救助なんかされるわけないじゃないですか。はい、そこ黙ってて。もう許さないからね担当者さん。ここは今度こそ確実に仕留めるために特質を変更。監視者で動きを制限するよ。さあ、おそらくまだ磁石は1個ほど残ってるがいけるか。担当者さんが少しこっちに寄ってきたタイミングで降りる。たとえ磁石を使おうとね。霧の刃の前では無力なんだよ。その霧の刃もフラホの前では無力ですけどね。うるさい。というわけで無事4釣りができましたと。なんというか、やはり最後の方になってくるとグダグダしちまうなお前は。まあでも最終的に勝てたしいいんじゃない。いや甘い、甘すぎる。こんなんじゃせっかく見に来てくれた立派愛好家のみんなも満足してくれんだろう。え、ならばどうするか。それはもちろん俺がリッパーで殲滅する試合を見せるしかねえよな。一動画に2試合だと。最近悪夢にキャラ順位で負けたり、どこかぐだってしまったりってのが続いてたからな。ここらで一挙最初から最後までかっこいいリッパーってのを見せてやろうと思ったわけよ。おお、なんかこういうのは逆に新鮮な感じがするね。かっこいいリッパーを見せるのが俺からのクリスマスプレゼントみたいなもんだ。全力で行くぜ。というわけでマップは赤の境界、初手は傭兵だ。でもって最初の刃はすっきり当てる。おお、回り込むと見せかけて戻ってきたとこへ刃。肘当ては使わせねえぜ。傭兵、透明化がなくとも霧の道加速をなめんなよ。まさかの恐怖の一撃。よしよし、これで一人目ダウン。中央の暗号機が揺れてるからこの辺に釣りたいんだが。目の前にちょうど椅子があるね。いいや、もっといいものがあるぜ。お、これはもしかして、あるんだよな、ここに。ご機嫌な仕方よ。出ました、ハンターのサンクチュアリ。クック、これはサバイバーからしたら絶望だろう。ついでにこいつは一番奥の席に座らせてやるぜ。さあ、これはサバイバーどう出てくるか。さっき見たら中央を回してたのは応援団だったな。普通に救助に来れる性能はしてるから警戒しておこう。とさすがにいなくなってるね。ふーむ、まだ耳鳴りしてるってことはこの辺にいるな。他の暗号機も解読が病んでる気配はないし、これは近くで隠れてると見た。見つけに行こう。ただ応援団さんは能力で一気に傭兵さんのとこまで近づけるから離れすぎないようにも気をつけて。おう、わかってるぜ。む、なんか今窓を乗り越えた音がしたな。あ、応援団さん見つけた。加速で救助に向かってってるよ。なるほど、うまく横を通られたな。しかし、知らねえか？この距離は。俺の前だ。やはり決めて一気ご恐怖。さあ、これで二人目。応援団も近に突っちまうぜ。残るサバイバーは呪術師さんとバーメイドさん。耳鳴りがしてきた。来るか、救助に。位置的にレカフェ方面から来てると思われ。お、呪術師か。ここはまずフラホ確認。今ので使わないってことはフラホ持ってきてないのかな。なら好都合、しっかり刃を当てさせてもらうぜ。あとはため攻撃でダウンまで持ってけるな。ナイス。お、霊感者なしが発動してる。ということは、バーメイドさん持ってるね。ならこれでチェックメイトだ。かっこよく決めるぜ。空振りはしない。おお、風船攻撃でバッチリダウンが取れたね。ということはこれで、ああ、サバイバー全員地下釣り、完了だ。すごい、全員綺麗に並んでる。試合時間およそ2分、刃外しなしのパーフェクトゲーム。これならちゃんとリッパーをかっこよく扱えたと思うぜ。うん、文句なしだね。というわけで今回はここまでだ。まさか前半の流れからこんな展開になるとは思わなかったけど、たまにはこういうのもいいね。だろ、みんなもよかったらクリスマスにリッパーを使って遊んでみてくれ。いや、そこクリスマス限定なんだ。それじゃあまた次回も見てくれよな。あ、よければ高評価お願いします。それじゃあ、メリークリスマス。